はい、ちょっとお腹触りますね。最後にじゃあ流動食をあげたのは昨日の夜。そうですね。その 10g やったのが最後ね。そうか、胃がまだ胃が少し張ってますね。中は上腹部の辺でなんかちょっと胃が触れる、普通は触れませんけどね。中腹部は何にも触れない、うん、下腹部は、あ、膀胱触れるね。膀胱がすごい腫れてる感じで触れますね。はい、ちょっと今度また肩持ってください。皆さん私に顔を見せてください。ごめんね、ちょっと歯茎の色を見てるんですけど、すごい白いでしょ、うん、これが顔色。こんな白いのはとても危ない。よし、分かりました。はい、じゃあこんな感じで入ってもらって、よし、それじゃあこの場でできる範囲の治療します。で、しっかり観察してもう一回ちょっとそこの上げ方とかちょっとお話しますんでね。で、治療をちょっとじゃあ手伝ってもらっていいですかね。よいしょ。またこの赤い光をですね、この子の、出してください。出してください。明確しといて、明確しといて、お腹。当てて2秒かかる場所とかしてください。2秒だって、はい、で、その間にちょっと注射の準備しますからね。はい、で、これ赤い光4センチ高めに入ってきますので、それで血流が良くなる、血の巡りが良くなる。そうすると胃腸も動くし、あと、そう、下腹部もあってください。膀胱の血流も良くなって、炎症が多少でも縮まるようにね。食うときさ、流動食やってるとこ全部撮らなくてもいいから、やってるとこの動画撮ってきてもらってもいいです。確認してください。それすごい大事だから、流動食やるとね。それとね、人間はあんまりその赤い光見つめないでください。たまにチラチラと見るくらいにしてください。はい。
よし、永田さん、ちょっとだけサポートに来て。はい、じゃあモスの変わります。はい、じゃあ乳酸リンゲンっていう、まあ、ごくごく一般的に使う点滴ね、これを皮膚の下に点滴を垂れます。時間はな